はい、皆さんこんにちは。どこの海でしょう。はい。あ、あれがね、江ノ島。手前のがエボシーワ。よく桑田佳祐さんの歌詞に出てきますが、さあ、そしてこう来ますと、はい、これ結婚式場。これからですね、まさに僕があと数十分後に司会をする会場です。そのちょっと前の時間を使ってね、この海岸から放送後期始めたいと思います。暑いよー。はい、ということで、アロハシャツ。本当に司会すんのかって。この辺り、茅ヶ崎とか、湘南エリアの結婚式場なんかでよくあることなんですけど、新郎新婦だけじゃなくてね、ゲストの皆さんもドレスコードとしてアロハシャツ着てきてくださいみたいな、ビーチサンダルで来てくださいみたいなのあるんですけど、ゲストだけじゃなくて、スタッフとか僕みたいな司会者、業者もね、アロハシャツで来てくださいみたいな指定があるんですよ。で前ちょっと着てたアロハシャツ着ようと思ったら、ちょっと太っちゃってね、これはまずいなと思って、昨日娘と一緒にドンキまでアロハシャツ買いに行ってきました。娘セレクトです。どうですか？会場のスタッフがね、20そこらの、僕のだから年半分ですよ。半分ぐらいの20前半の子たちがアロハシャツ着るととってもかっこよかったり爽やかなんだけど、僕がこんな格好すると、はい、いらっしゃい、はい、あるよ、焼きイカあるよ、みたいな、こう、海の家のおっさんにしか見えないという。しょうがないです。開き直って司会やってきますけどね。さあ、ここでですね、放送後期914回目やりたいと思います。7月9日金曜日、7と9で泣くからのテーマ涙だったんですけど、今僕こんななって、ね、こんな格好でね、ヘラヘラやってますけど、放送中はもう本当に厳しかったですね。自分で考えたテーマだったんですけど、いやー、辛かった。やっぱりこう、内容が生放送で読んでてちょっとごめんっていう風に泣くわけにいかなかったんでね、順番に行きたいと思います。ジョニーさんは翡翠カズラのエピソード、これも泣けたんだわ。ちょっと全部読めないんですけど、 XJAPAN の Tears リクエストをおかけしました。聞いていただけましたか？ハマレオさんはドライアイでね、これちょっと変わってましたけど、ちょっと心配ですけどね、涙が出る話ではなく、思うように涙が出ないという違った角度のメールでした。ありがとうございました。岡山の瀬戸ちゃん、はい、1985年、昭和60年、阪神タイガースのセ・リーグ優勝からの、日本一ね、一生分の涙が出ました。相手は西武ライオンズでしたね。ちょうどデーブ大久保さんの最近の YouTube チャンネルが掛布さんが出てる、ちょっと前ですけど、面白いですよ、掛布さんとデーブさんのトーク。はい、そしてね、アイラブグレックさんは動物の話でした。動物、特に盲導犬育成時のパピーウォーカーとの別れの場面は 100% 泣いてしまいます。動物には弱いですね。野球大好きさん。松坂投手がついに引退ですね。高校生の頃から知ってますけど、本当にすごい投手だったと思います。200勝という記録は残せなかったけど、みんなの記憶には永遠に残ると思います。松坂投手は笑顔が似合うので、涙なしの引退会見にしてほしいですね。その通りですね。こちらはね、シカちゃん、はい、コロナ前は大阪の難波花月によく行ってました。難波グランド花月、テレビで見ていた漫才師が目の前に出てきて、ネタが面白くて、いつの間にか大笑いをしながら涙の、たくさんの涙を流している自分がいました。楽しい時の涙は嫌なことまで涙とともに流してくれますよね。かおりん、この間本当に放送間際に紹介してたら放送終わっちゃって途中までして読めませんで、すいませんでした。読みます。私の涙、やはり、東日本大震災の涙かな。自宅は V の字になっていました。ほぼ住めない状態。そこから車で親戚の家に向かい安否確認、そしてチャリンコを借りてすぐ近くの当時80万円の一人暮らしの義理のおばの自宅へ。ほっとしながら息子の迎えをお願いした実家へ向かい、無事を確認すると一気に涙が出てきました。それから数時間が過ぎた頃、以前勤めていた会社で埼玉から定期的な設備点検に来ていた担当業者さんから「大丈夫？無事？」というメールが届きました。その担当さんはたまたま年が、同じで生まれつきも一緒で、なんとなく話があったんですよね。ライフラインもつながらず、スーパーやコンビニ品薄かなと話をすると、じゃあ住所教えてよ、こっちは大丈夫だからと。その後、段ボールいっぱいの食材が届きました。家族みんなで涙を流しながら懐中電灯の中、ガスコンロでお湯を沸かして、袋麺を食べたのを思い出します。あれから10年ですが、その後も1年に1回は必ず、まさしく今月の7月に誕生日おめでとうの連絡をしています。家は壊れて建て直しましたが、感謝の涙は忘れられません。カイ君のおばちゃん、先週のフライデー T シャツの抽選会の動画、娘と見てたんですね。娘さんとね、娘がドキドキしちゃうねって、ああお母さん残念楽しい時間でした。いやごめんなさい、またチャレンジしてください。最近では NHK の連続テレビ小説「おちょやんに泣かされます」、杉咲花さんの泣いたり笑ったりの演技を見て、明日もきっと晴れやなのセリフは前向きになる言葉です。まゆてんさん、ここのところね、息子さんの話が多かったんですが、今回は娘ちゃんの話です。娘ちゃんは早産でした。 1235g しかありませんでした。保育器の中で管だらけの娘ちゃんを見ていたら涙が止まりませんでした。小さいながらもミルクをたくさん飲み、少しずつ大きくなった娘ちゃん、しかしなかなか呼吸が安定しない。念のため調べてみたら、脳に障害、そして運動機能に何らかの影響があるとの診断を受けました。旦那さんのお父さんお母さんに障害の話をすると、うちの家系には誰も障害者なんていないのにと言われたのが辛かったです。退院してからも診察やリハビリで息子くんを旦那さんの実家へ預けることも多くなり、娘ちゃんばかり見ていないで息子くんも見てやれと注意もされました。そして今年の4月、小学校6年になった娘ちゃんは入学式で生徒代表でお祝いの挨拶をしました。その様子をズームで見ることができ、旦那さんのお母さんも一緒に見ることができました。一生懸命な娘ちゃんの姿を見たお母さんは感動してくれたようで、涙を流してくれました。私はその姿にほっとしました。そしてこれからもいろいろ頑張ろうと思いました。まゆてんさんにとってはね、もう当たり前のようなことになって、こう運命としてね、受け入れてらっしゃるんだと思います。で、目の前の一つ一つを日常として捉えながら、乗り越えてらっしゃるんですけど、まあなかなかもう本当のこのご苦労っていうのは僕らには分からないし、そのお話をこうやってラジオにしてくれたのが本当の勇気がいることだったと思います。まあでもこれからですよね。ありがとうございました。王様の耳やコオロギの耳さん、今朝涙が出ました。食事中に舌を噛んでしまい、涙ぐみながら悶絶しました。しかも治療中の縁がギザギザしている奥歯でゴリッと噛んだので、痛さ倍増です。僕もよく舌噛むんですけど、舌噛む時っていうのは筋子のおにぎりを食べる時、筋子のおにぎりってそのまま食べるとビローンって筋子が全部出ちゃうの分かります。それを出ないように最後まで筋子を残すために、前歯だけでカッて食べるんですよ。でこうやって残すの、こっちにね。その時に一緒に舌を噛んじゃったことがあって、その一緒にいた友達が「なんかこっから血が出てるけど」っつって、筋子の赤なのか血の赤なのかわからないおにぎりになっちゃいました。平凡ファミさん、オリンピックのことだね、オリンピックありますね、いろいろあったからたくさん感動しての涙になるといいな。七色レインボーさんもオリンピックの話でしたね、オリンピック始まりますね。選手たちから感動をもらったりして泣いたり頑張っている姿を見ると、自分も頑張ろうと思いますね。とにかく泣いてストレス解消です。泣くってのはいいことなんですよね。あんまり我慢しないでね、僕みたいに披露宴中にワンワン泣けないけど、泣くってことはいいことみたいです。栃木のライオン丸さん、森本稀哲選手の引退試合です。あの時野球っていいな、ライオンズが好きだと心から思いました。今でも時々 YouTube で見直します。ご存知ない方にもぜひ見ていただきたいです。森本稀哲選手に最後の打席を回そうっていうね、一生懸命その前のバッターがつないでいくやつですよね。ヤクルトで最後引退した元西武の鈴木健選手の最後の打席もとっても感動するんで、まだ見てなかったらご覧ください。ふんわりこさん、こちらもスポーツの話。大泣きしたのはロボッツが B1 昇格を決めたとき、選手が泣き崩れ、会場中が涙でした。 B1 昇格した後の茨城ロボッツ、楽しみですね。けいこちゃん、亡き父が初孫の結婚式に参列したとき、静かに涙していました。初めて涙する父を目にして、私ももらい泣きでした。そんな父が突然亡くなり、葬儀で出棺したとき、主人が父が見ることができなかった田んぼを見せたくてぐるっと走ってもらいました。顔なじみの方がトラクターに乗っていたりして、父も喜んでいることだろうと思って主人を見ると、主人も泣いていました。アンパイアさん、数年間高校野球の審判を行ってきて、それだからね、ラジオネームがアンパイアさんなんですよね。高校球児のいくつもの涙を見てきました。ちょうどこの間の金曜日、茨城の地区予選も始まりました。坂戸のよい子さん、高校の修学旅行で九州に行った時、4日間同じバスガイドさんで最後に別れる時に号泣した思い出があります。青春だ。ユッキーさん、加納栄光と日谷博則のネタが普段の3倍くらいの尺でやっていた時に笑いすぎて涙がちょちょぎれました。日谷博則推しですね、相変わらず。ずんどこさんのメール、初メールのずんどこさん、長年番組は聞いていますが、テーマが涙と聞き勇気を出してメールしました。涙といえば私事ですが、先週結婚式を挙げました。おめでとう。2度の延期の末、泣く泣く規模を縮小しての式でした。花嫁の手紙からの記念品贈呈の時のことです。普段は天の塾で誰の言うことも聞かない、そんな父の目を見てありがとうと伝えた瞬間、顔を赤くして泣き出しました。私が三十数年間生きてきて初めて見る父の姿でした。それまでは私のドレス姿をどうって見せても、俺には着せ替えしただけにしか見えねえなぁと仏頂面でそっけなく、いつも孫ラブの父にとっては、私の姿なんて孫の次くらいにしか思っていないよなと少し寂しく思っていました。泣いた父を見て、嘘でしょ、マジ、本当にマジで泣いてると心の中で動揺しながらも、そんな父を見て私も泣いてしまいました。実は強がって我慢していたのかなと思います。父の涙を見られて、それだけでも式を挙げてよかったです。この後すぐ仕返しに行きますけど、コロナ禍でね、マンボウ、緊急事態宣言の中で式をしよう、やめよう、延期しよう、いろんな決断、本当に苦しいと思うんですよ。だけどそんな中にね、行われた結婚式って、僕も司会しながら、その中でしか見えない、見つけられないすごいものを僕は見せてもらってます。でもおめでとうございました。船吉さん、子供関連ダメです。今までの大号泣は子供の保育園の卒園式、それまで小さい頃からの保育園の様子を DVD で上映したり、卒園記念のチューリップの鉢植えをプレゼントされたりと、これでもかと親を泣かせる演出で大泣きしました。それ以前だと自分の高校の卒業式ですね。式自体では泣きませんでしたが、終了後教室に戻っての最後の担任の先生の言葉、親は大事にしなさい。この先どんなことがあっても、世界中が敵に回っても、親は最後まで子供の味方をしてくれる唯一の人なんだから。この言葉聞きましたね。それまでの親孝行を悔いて、同時に感謝した瞬間でした。この言葉は今の子育てでも何度も子供に言いました。あれあれに荒れている時期でもこの言葉は聞いたのか、娘の担任の先生からこの言葉がすごく嬉しかったようですよと言われました。時代は変わっても親と子がお互いを思う気持ちは変わらないですね。そうね、どんな犯罪を犯したとしても、子供に非があったとしても、やっぱり親はね、寄り添いますよね。デリさん、産声さえ上げることなく天の住人となった娘を筑波の大学病院に連れて行く道すがら、どこをどう走ったのか全く覚えていないくらい頭の中は土砂降りでした。バタバタと所持をこなしてようやく我に返った時には、煙突の先の見えないはずの煙をぼんやり見ていました。その時になって初めて自分の兄を亡くした母と父の思い、自分が生まれてどんなに嬉しかったかということに思い立って、ようやく涙が頬を伝っていったのに気づきました。読んでてダメだな、ちょっと本当に。ラジオネームキャンタマちゃん、このラジオネームでいいの？今年の3月の彼岸に、母を亡くしました。半年間の闘病生活で辛い姿を見ていて、一人になると涙の毎日でした。亡くなってからもいろいろ思い出すと未だに涙が出ます。いつも笑顔で働き者の母親でした。まだ亡くされたばっかりじゃんね。大洗のひろちゃん、足掛け6年、がんで入退院を繰り返した父が最後の入院をした時のことです。朝まで元気だった父が午前9時を過ぎて容体が急変し、肩で息をし始めました。そして6時間が経ち、虫の息になりました。駆けつけた家族全員がベッドの父を囲みました。その時目を閉じていた父が一瞬目を開いて、家族を確かめ、か細い声で「ありがとう」と一言ぽつり、そして目をゆっくりとつぶりました。その時父の目尻から一筋の涙がこぼれました。それが父の最後でした。ありがとうと家族や現世に感謝していったと思います。周りに感謝できる涙を流せていった父は、89年間家族のため、人のために生きた一つの区切りとして涙を流せたと今私は感じています。今頃天国か極楽で笑い涙を流してくれていると思います。兵庫の幸門さん、今日は昨年亡くなった父の命日です。コロナ禍での入院生活でしたので、コロナ患者でなくても病院は面会制限が厳しく、ほとんど会えませんでした。だんだん弱っていく姿を見ることなく、家族にとっては突然のお別れでした。当時は実感もなく、涙は自然に不思議に出なかったんですが、四十九日を過ぎた頃からスーパーに行くと、ああこれ父ちゃんが好きだったお菓子だとか、テレビを見ていてもこの俳優さん父ちゃんが好きだった人だと思い出し、涙しました。日常のありとあらゆることをきっかけに父を思い出していました。あまりいい娘じゃなかったけど、命日の今日はゆっくり帰宅し、大好物の日本酒を備えたいと思います。ラジオネーム鬼滅の騎士やん、愛犬ルーが6月12日に18歳で天国に旅立ちました。もうすぐ1ヶ月経ちますが、今でもルーを思い出しては涙が出ちゃいます。ルー、いつも寄り添ってくれてありがとう。ルーより後から生まれてきた子供たちにも優しくしてくれてありがとう。長生きしてくれてありがとう。今日その娘さんの誕生日なんですね。いや、うちの親父って前の日に普通にお酒飲んで帰ってきて、その夜死んじゃったんですけど、あまりにもあっという間で、59歳って本当に突然だったんで、全然涙が出なくて、でうちのおふくろがもうショック受けすぎちゃってね、お葬式の準備とかもほとんど僕が葬儀屋さんとの間に入ってやってたんで、涙出なかったんですよ。だけどやっぱりね、四十九日が終わった時かな、あとは一周忌の時にもう張り詰めてた緊張がプツンって切れて、もう涙止まらなくなっちゃって、人前で。だから大切な人を亡くされたばっかりの人っていうのは、今はちょっと気が張ってるかもしれないけど、この後ね、頑張ってください。さあ、そして今週のメール大賞、いやーもう本当選べない、今週は選べないんですよ。だけどやっぱお一人選ぶならばこの方、初メール、キヨラさん、どっちかな、キヨラさん、はじめまして。なかなかメールを出せず、毎週楽しみに聞いているばかりでしたが、今回は勇気を出して書いてみました。5年前、父が亡くなる少し前の夏の終わりの頃のことです。父と娘ということもあり、また父は昭和初期の生まれなので仕事人間、今の父と娘親子とはまるで違う関係でした。あまり会話もない上に、一緒に遊んだ記憶もありません。その父が肺気腫で入院し、ある日いつものように父の見舞いに行くと、主治医の先生から余命宣告を受けました。もうこれが最後かもしれないと思い、普通の会話をした後、精一杯の勇気を出して父に質問してみました。お父さん、私はお父さんにとっていい娘だったのかな。父は柔らかく微笑みながら、ああ、お前はお父さんにとって自慢の娘だよ。やはりそれが父との最後の会話になりました。今思い出しても涙が止まらないです。一つだけ心残りがあります。お父さん、私も大好きだよと言えばよかったな。今日はその父の月命日です。僕よくラジオの中で言うんですけど、天国に召された大切な人の話を人に言えば言うほど供養になるんですよね。住職さんに言われたんですけども、だから僕自分の父親のこととかこうやってラジオで喋ったり、じいちゃんばあちゃんの話もするんですけど、まあそれってきっとね、届くんですよね。で、ああ俺の話してくれてるって、私の話してくれてるっていう、絶対喜んでらっしゃると思うので、今日こうやって勇気を出して清良さんはじめいろんな方が、その話をしてくれたことを僕はこうやって、まあ、少なからずいろんな人にですね伝わって、喜んでらっしゃると思います。メール対象は清良さんでした。どうもありがとうございました。さて、ではですね、今日いただいた方々すべて、ラジオネーム読み上げたいと思います。豆福さん、初メール、うどん県大好きさん、野球券って言いそうでした。野球大好きさん、野球券そんな別に好きでもない、嫌いでもない。シカちゃん、東海ハーちゃん、常温コーラさん、大笑いのヒロちゃん、7月4日日曜日、ありがとねさんはそこの結婚式場、これから僕は司会しに行く結婚式場でちょうど1週間前に、結婚式をした花嫁さんねまた茅ヶ崎栃木のライオン丸さん、王様の耳はコオロギの耳さん、七色レインボーさん、船吉さん、はい、まゆてんさん、ゆうとの母ちゃん、平凡ファミさん、初メール、キャンタマちゃん、ガッちゃん、そして初メール、ずんどこさん、初メール、ケムシさん、マナママさん、アンパイアさん、坂戸のよいこさん、ユッキーさん、ジョニーさん、岡山の瀬戸ちゃん、ハマレオさん、ケイコちゃん、アイラブグレックさん、大洗のゲーマンヒロンさん、ふんわりこさん、鬼滅の騎士やん、カイ君のおばちゃん、東光三等兵さん、デリさん、山爺さん、こたつ猫さん、初メール清良さん、あ、お父さんがライオンズファンでよかったさんはなんとスタジオに遊びに来てくれました。東京から奥さんともみ43号さん、びっくりした。りょうさん、そして肉グラ45さんはね、ザ・ナイツさんとともに、ドラゴン桜に涙したと。かおりん、兵庫のさちぼんさんに、水戸の正信さん、ね、あれ出したのに読まれてないという人がもしいらっしゃったらごめんなさい。サーバーとかいろんな関係でね、たまーにどっかに紛れちゃうことがあります。すいません。そういった方がもしいらっしゃったら懲りずにまた来週メールいただきたいと思います。はい、ということで、暑い、もう梅雨明けんのかな来週。はい、茅ヶ崎ね、烏帽子は見える。はい、お送りしてきました。じゃあちょっとやばい、時間がやばいんで急いで結婚式司会していきたいと思います。また来週。